空虚。本質的ではないもの、極めて誤っており、極めて不健全である。我々の R がそれぞれの真理の一つを他のうちにと閉じ込める。それは自然ではない。それぞれには自分の場所があるのだ。彼らは私が私の時計で判断していることを知らないのだ。理性にではなく心情に感じられる神、表情、外的事情、金星のための窓、不在と堕落、外然、習慣、暗号と言葉、祈り、なぜ神は祈りを制定したか、被造物に因果律の尊厳を与えるため、願いを求めるため、我々に教えるため。我々の魂が数、空間、運動を見ることに慣れてしまっているので、それしか考えず、それ以外のものは何も考えないということを一体誰が疑うだろうか。だが我々には何の光もないのだ。同じ意味でもそれを言い表すパロールによって異なったものになる。永遠、連環、それは時期的には虚偽であり、それゆえそれは霊的には真である。ある種の疑わしい不明瞭さ、永遠を得るためには何者も私にとって高価すぎることはない。もし不文明でなかったならば、人間は自分の堕落に気づかなかった。もし光がなかったならば、人間は救いを望まなかったであろう。音調の擁護者、救い、奇跡が期待を欺くとき、奇跡が期待に報いるとき、偶然が考えを与え、偶然が考えを奪う。考えを保持する術も、獲得する術もない。我々を動かしている動機がそこに置いたのではないもの。規則の例外のうちに身を置くことは不快なことである。例外に対しては厳格に、しかし正しく判断すべきである。持続している純粋自然状態であるパガニズム、夢、不在と堕落、各人は自分のために神を作る。一つは神を知っているので、心から神に仕えている人々。彼らは私が自分の時計によって判断しているのを知らないのだ。恐れ、嫌悪、服従、他は神を知っていないので、心から神を求めている人々、外然、三種類の人々があるだけである。中間の人々は不幸であり理にかなっている。最後の人々は愚かであり不幸である。背後の思想を持たねばならない。あなた自身を認識し、邪欲の道を取りなさい。一つの R がある。真の原理であれ、快楽の原理であれ、ひとたび認められた原理が確固としていて否認されない限りにおいて、感覚はその原理、理と原理との間に空間を借りたとか、明らかに全ての被造物は、あるいは彼を苦しめ、誘惑せ、そして暴力によって従わせ、あるいは優しさによって身を支配する。一層恐ろしく絶対的なものである。二つの行き過ぎ、理性を排除すること、理性しか認めないこと、現象の理由、邪欲と力とが我々のあらゆる行為の源泉である。邪欲は自発的な行為をさせ、力が自発的でない行為をさせる。人は完全さそのものについてさえ攻撃するようになる。もし汝が自らの罪を知るならば、勇気を失うである。
なぜなら私はあなたを確信してその罪の邪悪さを信ずるから。もしもそれにすぐ終わりを告げさせたくないのだったら、それが神聖で永久的なものであるように思わせ、その始まりを隠さなければならない。蓋然性が確実性を与える。我々は精神であるのと同程度の自動機械である。恐れをもって自分の救いを全うせよ。悪い典型、表彰、人間は道を失っており、自分の場所から落ちており、自分の場所を探し求めている。一体誰が人間をその場所へと送り届けるのだろうか。確固とした足は恩寵、習慣が我々の最も有力で最も信じられている証拠となる。習慣は自動機械を傾けさせ、自動機械は精神を知らず知らずのうちに引きずる。そして反対に傾かせないようにして信じさせなければならない。ある種の疑わしい不明瞭さ、曖昧な曖昧さ。自然は映像、暗さ。神は多様性を通じて必要なただ一つのものへと導くことによって、その双方を満足させるのである。彼らは私は知らない。全て唯一の善に至らないものはその表徴である。必要なただ一つのもの、理性を排除すること、理性しか認めないこと。二つの行き過ぎ。我々はこの媒介者がなければ神との全ての連絡は失われてしまう。恩寵の擁護者、ランガージュはどちらの側も同じである。それについて判断を下すためには定点が必要である。恩寵の強説、喉を切られることも辞さない証人たち、二人の証人、はしご、二つの基礎。一方は内的であり、他方は外的である。すなわち恩寵、奇跡、両者とも超自然的なものである。我々は事物を別の面から見るばかりではなく、別の目でもって見る。だからそれらの事物が同じように見えるわけがない。神が自然を支えているのであれば、自然がそのことを曖昧さなく示してくれるようにと私は幾度となく願った。恩恵の働き、不在と堕落、表彰、自然はそれらすべてを相互に含み合わせないように確立したのである。圧政、金星のための窓を作る。そこから人は金星を左右にだけ求めて、高さや奥行きには求めないということが起こるのである。もしそこに私を認めたなら、そこにおいて汝を私に比べよ。しかし汝はそこにおいて何を比べるのか。汝か、それとも汝のうちにある私か。もしそれが汝であるならば、それは憎悪すべきものである。汝は私を私に比べているのだ。一連の人間たちが4000年にわたって絶えず変わることなく、次々にこの同じ来臨を予言しにやってきたのである。栄誉を欲すること、制度上の偉大さ、蓋然。だが蓋然性が確実性を与えるというのは蓋然的であろうか。地上は真理の国ではない。真理は人々の間をそれと知られずさまよっている。そこから出る人々は幸福である。恩寵はある形において自然的なものである。自然は自らが神の映像であることを示すために
ある完全さを持ち、自らが映像に過ぎないことを示すためにある欠陥を持っている。理性は支配者よりも一段と厳しく我々に指図をする。自然は我々は極めてうまく中間に置いたので、我々は秤の一方を変えるときには他方をも変えてしまうのである。神は多様性を通じて必要なただ一つのものへと導くことによって、その双方を満足させる。考える死体に満ちた一つの体を想像せよ。死体が分離してその属している全体をもはや顧みないならば、それは滅びゆき死にゆく存在に過ぎない。普遍的な善は我々のうちにあり、我々自身であり、そして我々ではない。なぜならばそれは無数にあるからである。自分の順番が来るのを待っている死刑囚。矛盾、我々の存在を軽んずること、我々の存在に対する嫌悪、二つのものが変化せずに結合すれば一が他になるとは言えない。そのように魂が体に結合し、二つの対立する悪徳の平衡。我々の魂はコールの中に投げ入れられ、そこに数、時間、三次元を見出し、それによって推理し、そのことを自然必然と呼び、他のものを考えることができない。我々は真理を単に理性によってのみならず、心情によっても知る。心情は空間に三次元があることを感覚する。原理は感覚され、命題は結論される。心情、本能、原理、本能と理性、二つの自然性の印。音調は常に世界は存在するであろうし、自然もまたそうだ。それゆえ音調はある形において自然的なもので、神による人間の創造とその表徴である出生が前者を作る。人による食材とその表徴である洗礼を作るからである。は表徴を取り除いて真理を置くために来たのだ。それ以前にあった実在を取り除いて表徴を置くためだけに来たのだということは恐るべきことである。シャリテは表徴的な掟ではない。人は愛の諸原因を秩序立てて説明することによって愛されるべきであるということを証明はしない。どちらにも同情しなければならない。しかし一方に対するのは愛情から生まれる同情、他方に対するのは軽蔑から生まれる同情である。愛の諸原因、恩寵の擁護者、矛盾、語りたい欲望、欺瞞、救い、必要なただ一つのもの、夢、休息と良心の安らぎとの差異。真理の誠実な探求以外の何者も休息を与えない。第一の誕生は前者を作り、第二の誕生の恩寵は後者を作る。私は全く暗黒を愛することはできる。だが神が私を薄明のうちに置かれるとすれば、そのようなわずかな暗さは私を不快にする。私は全く暗黒にあるような長所をそこに認めないので、不快になるから。これは欠点であり、私が神の秩序から離れて暗黒を自分の偶像にしている証拠である。私は自分が何であり何をなすべきかを知らない。自分の状態をも自分の義務をも知っていないのである。私の心は真の善に従うために、それがどこにあるかを知ろうとして全てを挙げてそれに向かっている。永遠を得るためには何者も私にとって高価すぎることはない。全てを優しさをもって処理する神の行い、力と脅威による圧政による。彼は贖い主を持つに値する、受けるに値する。大なる無限と小なる無限界のある完全さの無限性のために生み出された。それら教えが全て一つのもののうちに含み込まれている時には、それらはまるで
箱の中にあるかのように隠れており、そこから本来の混乱のままに立ち現れてくる。全てが神を表すというのは真ではなく、全てが神を隠すというのも真ではない。しかし神が神を試す人々には自らを隠し、神を求める人々には自らを表すというのは双方ともに真である。この牢獄の巨大な内部には一切の方向性というものが欠けている。行かれる神の主中、時間、永遠の存在者は一度存在すれば常に存在する。我々は他人の観念のうちに架空の生を送ることを欲する。神が無限であり、第一のもの、虚無の空間、それは意志で左右できることではない。力と脅威による、圧政による、全てを満たす一点、相互的で必然的な連環、誤謬と虚偽の主、真理の擁護者、別の形の狂気、嫌悪すべきもの、恐れ、神の少ない無限の混沌があって我々を隔てている。この無限の距離の彼方で一つの賭けがなされて、十字架が出るか裏が出るかなのだ。我々の魂は体の内に投げ込まれ、そこで数、時、空間三次元を見出す。静止している運動量、量のない無限、不可分で無限。我々の本性は運動のうちにある。完全な静止は死である。秩序、自然はその全ての真理をそれぞれそれ自身のうちに置いた。我々の R がそれぞれの真理の一つを他のうちにと閉じ込める。それぞれには自分の場所があるのだ。創造は小さな対象を我々の魂を満たすほどまでに拡大し、大きなものを自分の寸法にまで縮小するのである。各人は自らを自分のための神に作る。アダムの栄光の状態、薪の妃、定点の選択、連環、生から繁栄の絶えざる逆転、驚くべき幾何学、無限の数、有限に等しい無限の空間、数はそれと極めて性質が異なる空間を模倣する。自然は多様化し模倣する。人為は模倣し多様化する。全て不可解なものはそれでも依然として存在する。御言葉は、神の内なる神はその新しい生命により、そのうちに生まれた全ての人々に生命を伝えた。虚無、権能、定点、本質的ではないもの、極めて誤っており、極めて不健全。しかし自らの優位性を保持するために、神は祈りを神の意にかなうものに与える。従属、独立の願い、祈り。全ての事物は二重であり、全ての名前が彼らに生ける死者、死せる死者、見捨てられたる選ばれたものなど、簡単すべき秩序のうちに常に存続するので、慈愛心という根底、憎悪すべきもの、私。